こんにちは、桜小路彩花さん。私は今、日本にいます。フィリア学院日本校の服飾科へ通うため、小倉朝日という女性を付き人にしました。これだけで私が何を言いたいか。そして、憤慨と軽蔑と激怒の心は伝わったと思います。彼女の懇願もあって表沙汰にはしませんが、言わせてもらえるなら、松代までの恥を知れ。以前のメールには、私のデザインに対する感想が書かれていましたね。内容には共感を覚えただけに、今はどの口がという気持ちでいっぱいです。今をときめく桜小路家がなんぼのもんじゃい。文句があるならかかってこんかい。一度でも覚えた私の憧れと尊敬と共感を返せこのホモ野郎。アホんだら犬のお尻から出るもの、お前の母ちゃんデーベソ。お邪魔いたします。お嬢様、起きてください。朝でございます。おはようございます、我が主エスト。お目覚めになりましたか？
私の名前を覚えていただけたのですね。ありがとうございます、お優しきエスト。では本日も誇り高くいきましょう。それでは目を覚ますための呼吸をします。はい、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー。ふぅ、ふぅ、あ、本当だ、目が覚めてきた。この呼吸法効くね。喉がガラガラ、気持ち悪い。よし、起きてシャワー浴びてこよう。あ、そういえば服を着てなかった。小倉さん、シャツを取ってくれる？はい、用意してあります。一刻も早く服を着ていただきたいと準備しておりました。そして服を着ながらお聞きください。大変申し訳ありません、私は寝坊をいたしました。寝坊？今何時？ああ、11時を過ぎてる。言い訳のしようもございません。どんなお叱りもお受けいたしますので、どうかお許しください。大倉さんの部屋を訪れるのに時間は約束していなかったと思うの。だからいいんじゃない？良いのですか？誰にも迷惑はかかってないからね。朝は弱いの？はい、それに加えて昨日お嬢様とデザインをした時間が楽しくて、つい夜更けまで続けてしまいました。あ、私も。机の上にあるデザイン画がそうなの。今見る？いいですね。それではお互いのデザインを見ながら朝食をとるのはいかがでしょう。私も自分の描いたものを持ってまいります。その間にシャワーを済ませていただけますか？ただシャワーを浴びている最中に寝ないでいただけますか？うん、努力する。直接お会いするのは初めてですね。エストキャラハ・アーノツです。大倉ルミネです。この度は急な話を受けていただきありがとうございます。いいえ、こちらも慣れない土地で付き人を探すのに困っていました。とても良い人を紹介していただいたと感謝しています。良い出会いとなったのならよかった。以前より親しくしていただいている当家のヨーロッパ支部同様、今後は私個人とも良いお付き合いをお願いします。使用人とはいえ、小倉さんは大倉家の縁戚にあたる人間です。紹介者の私の顔が立つようにエストさんをしっかりとサポートしてください。今日は寝坊してしまったけどね。寝坊？昨日面接したばかりなのに寝坊？小倉さん、私の顔は今泥まみれ？ねえ、申し訳ありません。以後は気をつけます。あまりに生活がだらしなければ別の人間に交代してもらうけど。大丈夫です、私も朝は弱いからいいんです。それと彼女が寝坊してしまったのは夜遅くまでデザインをしていたからでしょう。私が彼女のデザインを気に入って昨日は一日付き合わせてしまったんです。デザインを？他のどんな都合を差し置いても彼女の隣でデザインを学べるのなら手元に置いておきたいと思います。まだ出会って2日目ですが、彼女のデザインを一目見た時にこの人だと思いました。私の才能を高めてくれる出会いをしたと確信しています。感性の問題なのでこの素晴らしさは他人と共有しがたいものですが、自らの才能を伸ばしてくれる存在は想像の世界に身を置く人間にとって
何よりも尊いものです。そうですか。私も誇り高き主人と共に学べることに喜びを覚えます。どうぞよしなに。よろしくね。私は感性や才能が一致する相手よりも規律を守る人間を尊むので、小倉さんの評価には賛同しかねます。紹介した側としてとても恥ずかしい思いをしました。小倉さん、二度と寝坊をしないで。申し訳ありませんでした。以後気をつけてください。とはいえ、次にまた寝坊をしたとしても私はこれ以上口を出せません。エストさんが必要としてるならいいんじゃない。歓迎されてよかったね。小倉さんは私が雇用主でよかったね。大倉さんだったら叱られてたよ。いえ、叱ることはありません。私の使用人なら初日に寝坊をした時点で解雇しますから、叱る機会が発生しません。大倉さんは厳しい方なのですね。普通です。規則を守れない人間を使う理由はありません。私は叱る理由が明確なら一度大声で怒ればすっきりするタイプなんです。使用人の私が申し上げるべきことではありませんが、貴族の令嬢が大声を出して怒鳴りつけるのはいかがなものでしょう。本当だ。大声はダメだね。気をつける。だらしない生活を改めて貴族らしさを身につけないと。そう、大倉さんのような貴族を目指そう。いいえ、私の家は父の代まで財産もなく着衣も持たない庶民の家柄でした。あのつけこそアイルランドの子爵位にあたる伝統あるお家ですよね。いいえ、今の当家は雇っている使用人よりも教養の面で劣るありさまです。謙遜がお上手ですね。伝統な、あれな、つうかうち基本的にそういうのあれだからないから。教養？何それ、超ウケる。ルミネお嬢様とのお付き合いは日本の社交界での過ごし方を学ぶ良い機会となります。お嬢様に良い影響を与えてくれるはずです。それはとても素敵なことね。大倉さん、これからもお相手していただけますか？ええ、もちろん。受験に合格すれば学部とは違っても同じ学院の生徒です。一つ屋根の下に住むのですから、公私ともに良いお付き合いをさせてください。3月に卒業するまではここと実家のお屋敷を行ったり来たりになるのですけど、この部屋にいる日ならいつでも遊びに来てください。お嬢様、良い友人を得ることができましたね。うん、嬉しい。日本へ来てすぐに小倉さんと大倉さん、二人の素敵な友人と出会えて。私もですか？私の立場は使用人です。定時が過ぎた後は友人として接していいんじゃないかな。例えば二人でデザインをしている時はね。あ、ところでお手洗いをお借りしてもよろしい？実は先ほどから吹き飛ぶ。友人ね。いかがされました？受験勉強の邪魔にならないよう3月までは遊びに来る頻度を控えめにしようと思います。じゃなくて、前にも言ったと思うけど、私自分の部屋へ他人を入れたことがほとんどないから、どうお招きすればいいのか経験不足で少し不安になってる。ルミネお嬢様がご友人の部屋を訪れたことはあるのでしょう？その時のことを思い出せば。
そんな経験ない。というより友人と呼べる人がいない。ところでルミネお嬢様、ごめんなさい。ありがとう。戻りました。バスター出すぞ。